今後 AKB48 に期待すること、どなたかお願いします。AKB に期待することか。そうだな、完全に色を変えるべきかなと思います。どのように？すごく多分まだ横山由依自体もある意味その1期生の2人がいるっていうことに偉大の気持ちもあると思うけど、どうしても次世代って言われてるだけで、次世代だけでいけてることってまだないのかなって。でも私からするともうサッシーだったりゆきりんとかまゆゆが真ん中を取ってる時点で次世代のメンバーが引っ張っててくれてる AKB グループなんだなっていう私はすごく感じているので、これからはその次世代のさらに新しい子たちがどん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 育成していければいいんじゃないかなと思います。宮沢さんこれから関わっていくことは良かったです。私は AKB ではなくて SKE に関わっていきたいです。ちなみにあの卒業された2期生の皆さんほとんどの方が、まあ、今後ミュージカルだったり舞台とかっていうところの、まあ、ある意味ライバルになっていくと思うんですけども、まあ、その点は皆さんどうですか、あのAKB にいるときまたさらにステップアップしてライバルになっていくと思うんですか？あんまりライバルだと思ったことないかも。なんかみんながそれぞれの場所で輝いてくれてることが私たちそれぞれに刺激になっているので嬉しいし、みんなの嬉しい報告が、だからライバルっていうよりも、また共に違う一人ずつの人生があるけど一緒に頑張っていこうねっていうのが2期生ならではの絆なんじゃないかなって思います。ライバルじゃないですか、ミュージカル出ますよね。そうですね、やっぱりなんか伝統的なミュージカルに私も本当すごい出させてもらいますので、その点ではやっぱり我先にという気持ちは多いですけれども、やっぱこうして集まった時にだからいつもみんなで LINE をグループ LINE がずっと稼働してるんですよね。何回も、はい、止まることなく。でそしてみんなの活動を聞くたびにやっぱ自分本当にその通り嬉しいし、負けちゃいけないなっていう気持ちもあるし、これは本当にこのメンバーでしか味わえない戦友の感覚なので、これは誰にも分かんない。分かんないな、分かんないな、教えてくれないな、教えてくれないな、この気持ち伝えられないな、分かんないんです、この人。宮沢さんと小林さんとかは結構桜の花びらたちとかから泣いてましたけど、そのさっき大島さんは3人を見送れたことで嬉しくて泣いた、多分野呂さんとかあの卒業生はみんなそうだなと思うんですけど、その当事者の3人はどういう涙だったんですか？ここでの、 あの昨日は昨日でそれぞれ卒業公演があって、そこでもまあいろんな思いがあったと思うんですけど、ここで今日泣いて、私は桜の花びらたちは、AKB48 の2期生として合格して初めて振り入れをしたのがこの曲だったし、私が AKB を知った時に CM とかで流れてたのもこの曲だったので、やっぱり AKB48 といったら私の中では桜の花びらたちだったから、その曲をこのステージでも歌うのは最後なんだなっていう気持ちと同時に、当時の振り入れしてた時のことを思い出したりとか、あと個人的には今日家族が全員見に来てたので、家族のみんなと目が合った時に10年ありがとうっていう気持ちがすごい込み上げてきて涙が流れてきました。そうですね、10年前ちょうどここで桜の花びらたちを踊ってたんですね。でもその私のあまりにも下手なダンスで夏先生に初日が明けてから立ち位置変えますって言って一番端にされたんですよ。それがすごい自分でもその10年前の14歳の自分でも、あ、やばいみたいな、どうしようっていう感情とかもいろいろあったりして、で昨日もここの公園で桜の花びらたちスタンドマイクバージョンでセンターで歌わせてもらったのとかもあって、で今日またこのメンバーで桜の花びらたちになって、なんか10年前のことがすごい鮮明に思い出して、その怒られたことだったりとか悔しかったり楽しかったりとか、旅行を見てなんかかよちゃんが泣いてたりして、なんかかよちゃんがすごい泣いてた、泣いてて、だから泣いてたの、でかよちゃんの涙でなんかもらい泣きしちゃったりとか、すごいそういうのが多かったです。
私はなんかあんまり考えずにわーって涙が出てきたのってなんかすごい自分的には不思議で、何の感情って言われるとそんなちょっと難しいんですけど、でもなんか知らぬ間に込み上げる感情が出てくるぐらい10年間いろんなことがあって、その曲ごとにいろんな思い入れがあったんだなっていうのは感じました。メンバーを見て泣くのもあったし、曲聴いてこの時きつかったなとかこの時楽しかったなっていうのが一個ずつ思い出されて、自然と涙が溢れた感じでした。一緒に言おうかな。せーの、青春。この10年後に日生の皆さんどうなってると思いますか？やば、さらに37歳だ。アラフォー、アラフォー。娘がマーちゃんの年で、マーちゃんが AKB に入った年と一緒になるの。一緒になるね。すごい運命だね、なんかね。そういうのか、誰かしらもママになって子供が。いや、そうだよね。それはそうだよね。メータンにみんな連絡するだろうね、ママになったら。そしたら一番身近なね。ね、ママ友だね。でもみんなやっぱ順番は守んなきゃいけないと思う。そうだな、ね、それはね、うちはちょっと一緒に行かせてもらう。うちらのためにも先にやった。そうだよ、ね、いけないよ、待って待って。そうだね、ほんとにさっきメイタンにあの出産について聞いてた。聞いてたメイタン。順番が違うでしょ。順番違うよ。懐かしい。出産、自分計画をすごい今から聞いたから行かせると思う。じゃあ次はかよちゃんってことでいい？はい、もう期待してます。大丈夫だよ。笑顔をみんなで。最後まで結婚できないのは誰だと思う？すごい、やだ。私もそう思ったの。確かにさやかだ。あと人もいい人との出会いはあるかもしれないけど、すぐに自分がちょっとなんかうんって思うともうすぐ言いなくなっちゃうでしょ、みんな。ブブブ。男前すぎてね。そうね、男前ってことだよね。そうだね。いい、ちょっと恋をするんだから。結婚できなさそうなんだけど。本当ですか？それ誠に遺憾です。そこが一番。そうだね。あ、でもキャリアウーマン。10年後私はきっと大女優になってると思います。かっこいい。笑ってね。笑。カット笑。なんてね。あら。あ、でも本当に今日は AKB48 2期生10周年特別公演に。お越しいただき、そしてこんなに遅い時間にもたくさんのメディアの方がお集まりいただき本当に嬉しく思います。ありがとうございます。こうして AKB48 の2期生は、本当に今日で全員卒業となりました。それぞれ今歩んでる道もみんな違うけど、でもこう集まった時にやっぱりあの時当時生まれた絆は永遠なんだなっていうのを今日このステージを踏んで再確認できたところがたくさんありました。私たち3人は明日からまた新しい道を進んでいきますが、今日のこの日のことを胸にしっかりと刻んで、またいつかこのメンバーで集まって、また大好きなこの劇場に立てる日が来たらいいなっていう気持ちを願いつつ、それぞれの道を歩んでいきたいなと思います。本当に今日は幸せな時間でした。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。